はい、どうもグリズンです。それでは今回もやっていきましょう。5号線ね。5号線ノラを見つけて、うん、アビーの居場所を吐かせる。オーケー、頑張っていこうぜ。これ地図見れるの？地図は長押しだっけ？ん？ダメか。ちょっと待って、もう一回。うん、ダメだ諦めよう。あ、ここら辺は多分ね、敵はいないかなと思いますけど、これはくるっと向こうに行く感じかな。今朝方でしょうかね。絶対たどり着く。お、なんかセブンイレブンみたいなのがあるぞ。これは戻れない系ですね。もう、ん、これ何？ペットボトル？なんか手みたいに見えた。結構広いですね、ここ、このコンビニ。あ、なんかあるな。瓶か。うん、テープ。ああ、でこっち側に行くのか。なるほど。すごい、手前と奥にレジがあるんですね。こういう作り見たことないな。アメリカだと普通にあるのかね、そういう作り。ここは事務所的な場所かな。布、玉。サイレンサーってさ、作れないのかね、このライフルとかにも。よし、ライフルに欲しいよね。そしたら最強なんですけどね。よし、じゃあ外に出ましょうか。よし、一歩前進。うん、音楽が、音楽いいですよね、ラスアスの。特にあの、アコギでね。あ、いますね、クリッカーさん。やっちゃいましょうか。うわあ、広いなここなんか探索いっぱいできそうだ。開かない。こう割って入る感じか。あ、でもこっちには来ないか。うわー、いっぱいいるな。火炎瓶投げちゃう？来るかな。出てきましたね、クリッカー。
あ、もう戻ってった。死ななかったから。普通のね、敵もいるからな。多分これで来るでしょう。多分撃った場所までは来ると思うんだよね、クリッカー。ただそれ以上は来ないんじゃないかな。うん、そうだね。で多分また戻っていくだろうから、ここで待ちましょうか。あ、待って、ほんと読めないんだよな、こいつ動きが。あ、待って、お、なんかいっぱい落としたん？あ、これ以上持てないと。なんだこれ、珍しいですね、こういうのを落とすの。ウッツへ、脱出兵のリスト、脱走兵脱走兵のリスト。うん、うん、なるほどね。なるほど。同じこと言ってしまった。もういないっぽいですね。何も聞こえないので大丈夫かな。うん、瓶か。一応持ってこう。さっき倒したやつはこいつか。アルコール、いいね、アルコールいっぱいあるよ。で火炎瓶作れるね、また。サプリはなかなかないですね。多分何周かしていかないと全部は習得できないのかな、スキルは。まあ1とかもそうでしたけどね、まあ、そのスキルだったり、あと武器の改造とかね、一周じゃ全部はできなかったですね。よし、これで全部かな。よし、あそこも行けそうですね。っていうかそこしか行けないのか。あ、そんなことはないな、奥も行けるな。あれ、ここって違うか。こっから来たわけではないよね。やつらがいそうな気がしますね。ここじゃないよね、病院。待って、ハサミがあった。あのお方の愛を感じよう。何なの、何なんでしょうね、本当に。なんかあのファーコライ5みたいな
そんな感じになってきましたね。こっちは何かあるかな。何もなし。ちょっと待って、弓ってどんぐらい持ってるんだ。2本作れますね。作っちゃおう。1回で2本は作れるんですね。でここを登っていくのか。多分今回は探索だけで終わっちゃいそう。持つ、どういうこと、なんで持つのこれ、うん、ん？この下に？なんか違う気がするけど。最悪。いいものありそうなのに。どういうこと？どういうことかな。ああ、わかった。ちょっとでもね、ないんだよな他に。ちょっと投げるもん他にあるかな。待って、なんかあるぞ。別に銃で撃ってもいいんですけどね、弾がね、もったいないんで。あ届かなかった。適当に投げすぎたな。よし、もう一回。よし、これでこれでいけるっしょ。あれ、ちょ、上からやんないとダメか。なんかね、ちらっと銃が見えたんですけど、見えたんだけど、見えますか。ただあれショットガンなんですよね。ショットガンはね持ってるんで、これでいける。あー、なんだこれは、ちょっと違うんだな。難しいな、やっぱ下からやんないとダメかな。このバンの上に登ればいいのかな。違うんだよ。これじゃダメなんだよ。しまって、あれ
うん、これでいけるんじゃない多分いけることを信じよう。あ、大丈夫だね。あ、ダメだった、ダメだったよ。ちょっと待てよ、もう一回。こう分かりにくいんだよな。ダメだ、ここじゃダメなんだな、届かない。この上、この上からじゃないと。よし来た、よし来た。よし、これで大丈夫だ。で、あ、違う違う、なんだっけ、これをしながらこうか。ほら、よし。それで何があんの？来たぞ。あ、やっぱダメだ、拾えないね。まあでもあれですよね、ショットガン拾えなかった人のためにね、ここにありますよっていうね。お、カードもある。サイモンへ、あなたがこの手紙を読む日が来ないことを祈っているわ。あなたが戻ってきてこの手紙をくしゃくしゃにして燃やしてしまえるよう願っている。あなたが出て行ってからもう何時間、裏もあるね。一人きりで病院に行かせてごめんなさい。ページ。なんだろうな、この世界は。ほんと、あー、これ、あ、結構いましたね、ここにね。だいぶ長いこといたね。さあ行きましょうかね。お、ちゃんと掴むんだねこれでよしと。デイズゴーンみたいにね、こうトランクとかも開けれたらいいのにね。何？猫ちゃん？行くのはどこなんだろうな。こっちかな。こっちはもう何もないですもんね。
どうやって入ろう。っていうことはこっちに行かなきゃいけないの？え、もしかして、ん、なんだ、病院だって。あ、ここが病院、ここが病院みたいですね。ただ行けないから、この中入っていくのかな。これ以上持てない。これ作ろうか。もう一回行こう。よし、猫ちゃんはどこ行ったんだろう。猫ちゃん、いないですね。ダメか。ダメじゃん、ここも。あ、ちょっと待って、地下、地下に入れますね。物色させてもらおっと。回復薬作ろうか。他にはもう何も作れないか。よし、行こう。あ、やばいんじゃない？大丈夫？え？え？えって、一応開けとこうか、ここ、逃げれるように。ここは何だろう、ホテルかなんかですかね。フロントがあるからなんかホテルっぽいですね。大体あれですよね、大きな病院の近くってホテルあったりしますよね。うん、結構広いね、アパート。いや、でもあのフロントの感じだとホテルですよね。変なとこにテレビを置くね。あ、懐かしいね。これはさすがにテープはついてないか。 CD、 ピストルのサイレンサー、なんとかなんとか。だらけなんだけどね、いっぱいあるね。これは何、トマトを育てたのか。テープ、今回は結構アイテムありますね。前から言ってるかもしれないけど、お、作業台ですね。ちょっと待ってね、その前にもうちょっと調べよう。だいたい作業台の近くにはね、部品がいっぱいあったりするから。もうないか。よし、じゃあちょっと今どれぐらいなんだろう。125なら、あっ、びっくりした。この話せ。マジか。うわー、ちょっと痛い。
会いたくなってくとくれ。嘘よ。覚悟しろ。まだいるよね。あ、いた。女の人の声聞こえたんだよな。あいつか。終わった？最悪。ここどうなってんの？びっくりした。ハンマーか。ナタの方がいいよね、今持ってる。ちょ、回復しようか。いや、あれはちょっとずるいよね。何も思ってないか。よし、じゃあ続きを。もう出てくるなよ。何しようかな。弓、速度を上げる。ブレ、距離。あー、距離か。これスナイプ、スナイパーじゃねー、あれつけれるようにできないのかね。これはつけた、これもつけた、これはつけてない、これもつけてない。あんま使ってないんだよね、ライフル。これはどの程度いじってるんだろう。この2つか。40と50。弓にしようかな、今回。速度。なんかやってますね。全然違いがわからん。あ、こっちの方が良かったかな。まあいっか。あとこれもやっちゃうか。おうおう、これはわかるよ。なんかありますね。これで安定するんだ。いきなり出てくるの。そうだね。もうここはこれで終わりか。ああ、あ、ちょっとそういうことではないのか。まあでも一応出てみよう。こっから行けたらいいんだけどね、この上。あ、待って、こっから行けるね、隣の部屋に。テープ、ちょ、鍵外しとこうか。いや、外さない方が良かったか。先に全部調べてからの方が良かったかな。またいきなり敵が出てきてもね、嫌ですよね。うん、部屋があるね。寝室？ん？カレンダー。30周年記念。金庫があるな。
カレンダーが関係するのかな。ちょっと待ってね。ん？あ、これか。多分記念日じゃないか。13、18。 OK。 13、18。 あ、違った。ちょっと待ってね。じゃあ残りの2つメモっときますね。あ、大丈夫か、覚えられるか。 OKOKOK。 4日と24日。違う、ちょっと待って。違う、間違えた。13の10の4日。これじゃないと。13の10の24。違う。そうかい。じゃあカレンダーではないと。なんでじゃあカレンダー読めるようになってんだろう。あ、なんかあるぞ。メモ。私がいなかった時のために金庫を少しだけ持ち物を隠しておいたから。心配しすぎたかもしれないけど、ここのところ、暗証番号は今も結婚記念日のままだから、まあもう30年も経ったけど。ああ、そういうこと。分かった分かった。13じゃないってことね。10月4日でしょ？っていうことは、83年。83年。あれ？ちょっと待って。10月何日だっけ？8日ね。83年の10月8日。来た。玉、いいですね。あとサプリ39個だと、もうちょっと貯めたいな。ここはこんなもんかな。ん？なんかパリンって割れる音が。病院はどうやって入るんだろうね。あ、この上からも入れたんだね。トラックの上に登って。
このトラックを、これちょっと坂になってるよね。トラックを押せないのかな。ダメか。どうすんだろう。こっからか。よし。それじゃここは開かないか。普通にじゃあこっから入れるってことだよね。ちょっと待って、なんかあるかないか。滑りやすいので注意。フォークリフト、これは燃料ガスで動くやつですね。結構ね、大変なんですよね。こういうやつは。こういうやつでね、確か表示されるのかな、今は燃料どれぐらいかって。なんかあの、僕がね昔お仕事してた会社はフォークリフトとかもあったんですけど、何なの。ああ、分かった。ちょっと待ってね、先に調べよう。多分こいつをここまで持ってきて、でちょっと待ってね、これでもあれタイミングよく下ろさないとあれだよね。下ろさないとっていうか、行かなきゃいけないのは向こう側だから。あれか、こっからでも行くのかな。あ、行かないか。ここら辺で話せばいいのか。ちょっと待って、まっすぐにしたいんだけど。急げ急げ。よし。よし、行った。私っては天才。もうヒントがいっぱいですね。よし、これでいけますね。こっちからロックは外れましたね。まあ、多分戻ることはないと思うんですけどね。おお、すげえ。病院発見。くそ、思ったより遠い。遠いな、本当に。まだまだ続きそうですね、探索。わあ、めちゃめちゃいい景色。これサムネ決定かな、これで。なんか切りかかってきたな。はい、とりあえずですね、今回この辺にします。続きはまた次回ということで、お疲れ様でした。